どうもジャイマスです。しんです。はじめしんちゃんです。今回もアンダー日本代表のこちらもうガタガタ今回もアンダー20日本代表の大友選手に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。大友選手は、ね、岐阜県出身ということで、はい、僕たち実は同じふるさとで、はい、全然かけてないんですけどね同じ岐阜県ということで今回も来てもらいました。以前あのフォアの、ロビングをやってもらったんですけど、やっぱ前衛も、まあ、フォアだけじゃなくてレシーブでバック側を打つ機会が多いんで、そのバック側のロビングもちょっと教えてほしいなと思うんですけど、いいですか？はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。いいの見せまっても。え、全然イエスじゃない、イエスイエスじゃない。それは無理なんで、すいません。お一人お願いします。俺だけ NG。 まあ、そんな感じで、はい、今回は、大友選手のバックハンドのロビングやっていきたいと思います。レッツゴバックストロークのロブで意識していることは一つあります。それはフォアのロブでも同じなのですが、しっかり膝を曲げて打つということです。バックストロークでのロブは手先だけで打ってしまうと相手へのチャンスボールになってしまうため、しっかり深いボールを打つことが必要です。そのためには膝を曲げて打つと順回転もかかり深いボールが行くので膝を曲げて打っていきましょう。以上です。
ありがとうございました。フォア同様、バックハンドのロビングもすごく正確で、あれレシーブでストレートにこう流せたら一つのもうね攻撃として使えるんで、すごい勉強になりました。しかもこう回すというよりかどちらかというとこう流しのバックハンドだから、ストレート打った後にちょっと右に切れていく感じがまた有効だなと思いました。ありがとうございます。やっぱりね思ったんだけど、バックもね順回転がめちゃくちゃ綺麗で、やっぱりシンプルの最高潮だわ。やばいかもあったね。もちろん相変わらずちょっと良くないのかわからないですけど、まあ素晴らしいショット、ありがとうございました。ありがとうございました。バックハンドも、レシーブや前に行く時の必要な技術になってくるので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。